アビバスタジアムはアイルランド、ダブリンランズダウンロード所在、アイルランドラグビー協会とフットボールアソシエーションオブ、アイルランドが共同所有する多目的スタジアムである。ラグビーアイルランド代表、サッカーアイルランド共和国代表の国際試合や、カップ戦の決勝戦に使用されるほか、コンサートなどにも使用される。2010年5月14日にオープン。かつてのスタジアムであった。 ランツダウンロードを2007年初頭に閉鎖して取り壊し2010年4月に5万人収容のラグビーサッカー場として再オープン2004年1月に発表された計画によれば費用は約3億6500万ユーロでありそのうち1億9000万ユーロをアイルランド政府が負担し残りを IFA と FI が負担した設計思考はホークスベー ビュローハップルド社及び ME エンジニアズ社である。改修は2007年3月に始まり、2010年5月14日に、落成。命名権を、ロンドンの保険会社アビバが取得した。2011年5月には、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、決勝を開催した。2024年には、UEFA ヨーロッパリーグ2023から24、決勝を開催する予定。 ただし UEFA の規定でダブリンアリーナと呼ばれた。ありがとうございます。